3番線さあ次は何だろうというような遊び感覚でぜひこのデータを活用してもらいたいと思います。松本とそしてこのような位置に来るというふうにデータでは出ております。この落ち合いの攻めどころっていうのは外、あ、真ん中に入ってきました。低めの変化球ですが、この辺がちょっと違うところです。青柳、これはファウルボール。エンドワン、今度は低めというデータが出ていましたが、で、あ、ちょっと真ん中に行きました。右中間、やりました。落ちれば一塁決定、二塁へ、ツーベース、オーアウト、第2落ち合い。ちょっと高いんですよね。要求したところは僕いいと思いますが、甘くて高いんですよね。こういうの見てるとピッチャーってコントロールが大事だなということをつくづく考えますね。